はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、以前ですね紹介しました妖怪ウォッチ U プロトタイプ、あとですねこのバインダーね、でこれでですね第1幕がコンプしたというお話しましたね、こちらですね、はいはい、このような感じですね、この音声をですね全部ちょっと一気に確認していきましょうか、今回はね。はい、はい、じゃあやっていきましょう。はい、OK、 ではジマニャンからやっていきましょう。はい、妖怪ウォッチセットオン。アタッカーだったね、これ。よし、次アツガルルお願いします。うん、セットオン。アツガルル。おい、アツガルルもアタッカーなんだ。うん、はい、じゃあ天狗お願いします。はい、天狗もアタッカーですね。はい、じゃあウサピョンお願いします。はい、はい、じゃあ次草薙お願いします。はい、座敷わらしんお願いします。はい、おお、ヒーラーヒーラーときましたが、桃太郎にゃんお願いします。桃太郎にゃん。タンク来ましたが、この前ねアタックって言って間違えちゃったんだよね、うん、タンクが正解でしたね、すいません、コメントで教えていただきました。はい、次はゴルニャンお願いします。はい、タンクですね。次はカブトムソお願いします。タンク、赤鬼ボス妖怪メダル。はい、やっぱボス違うね、かっこいい、うん、お肉い、お肉い、これもボス用かだ、うん、お肉い、ビジョンブレイカー、はい、次にキュービーお願いします。はい、
平井心お願いします。はい。じゃあ次ヌエお願いします。はい。アタッカー。アゲアゲハお願いします。はい。アゲアゲハ。やっぱりポカポカ族はヒーラーなのかな。うん。次大釜お願いします。大釜。タンク。タンク。はい。次ダイダラボッチお願いします。はい。次ブチニャお願いします。あ、グレートだ。グレート、グレートガン、グレート。レンジャー。うん。メラメライオンお願いします。はい。レンジャー。レンジャー。ブリー隊長お願いします。はい。ブリー隊長。レンジャー。レンジャー。コロコロコミックスについてたボス妖怪メダルです。歌舞伎ロイドだっけ？うん、歌舞伎ロイド。はい。ボス妖怪メダル。こんな感じなんだ、うん、なるほどね。はい、はい、ということで、第1幕のメダルはこれで全てですね、うん、あとはねレッドジェイとマイティドッグ、うん、これはね 3DS ソフトに入ってるんで、うん、うちは買ってないからこれないね、うん、あそれとですね、前回ですね、コメントをいただきましたね、うん、他のメダルの音声もちょっと聞いてみたいということなので、うん、今回ですねレジェンドメダル1枚とあとこれなんだっけめでたいメダル、はい、これはですねちょっと聞いてみましょうか、うん、まずはめでたいからいきましょうか。はい、はい、コングラチュレーションオーイエーだって、うん、コングラチュレーションOK、うん、はい、そしてレジェンドメダルです。レジェンドメダルなかなか前聞いたんだけどすごいんだよね、うん、行ってみましょう。はい。レジェンドすごいよねこれ。すっごい音声なんだ。このレジェンドいいよ、うん、レジェンド超すごい、ね、すごいいい感じ、うん、はい、はい、ということで今回ですね妖怪メダルバスターズ第1幕全部コンプしましたので、うん、この妖怪ウォッチ U プロトタイプこれで全部聞いてみましたね、うん、それとめでたいメダルとレジェンドメダルこれも聞いてみました、うん、
レジェンドいいよね、うん、はい、レジェンド一番すごかったね。すごいね。あと先日開封しましたバスターズの第2幕、あれもですね、あのあと12パック開封して、その後1箱買ったんだよね、うん、そうしたところですね、なんとコンプできちゃったので、うん、こちらですけども、コンプできちゃったので、またこれをですね、このファイルに入れて全部音声確認してみたいね、うん、はい、またそれはですね、次回、いつかやりたいと思います、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。